正三郎さんあの何、ー、張り切っていこうあのちょっと赤赤と白のねじりつけないとおかえりかめねもんこんばんはー白様こんばんはーありがとうおかえりピーえっ、ー、とおそらお祭り男お,おうぶちさんおかえりお祭り男なちなみにすごいよねこのルームだってたこ焼き氷りんご飴こっちは こっちは、お面、射的、金魚すくい、楽しい。えっ、ー、と、うんうんうん、ええばかわいい。おかえりはごちゃ。ありがとうん。えー、サティワンのアイスいいな。いや、なんか、サティワンの、なんかあのー、アイスケーキがあるじゃないですか。で、なんかトイ・ストーリーのアイスケーキがあって、それを家族で食べたはず。お疲れ様です。ありがとうちと、チラス。

好きなオペアおやすみなさいおかえりーブーピーブーピー違うのよねピーつければいいって問題じゃないのよねえーとこんばんはおいたんこんばんはおけちゃんありがとうこんばんはえーと好きなお祭りはうんそれこそねコロナの前だったら結構 うん結構ってことじゃないななんかまあ祭りとか花火大会とかまあ一回ぐらいは行きましたけどちなみに葵たんが親善大使をやっていた埼玉県札手市でもあのー、夏祭りがねありましたねうんと葵たんこんばんはありがとうたこさんこんばんはおかえりんいかが見えくてごめんいいよーえーとこんばんはるこたんこんばんはすいにょんおかえりな こんばんはやれば可愛い乗ってるかシグロ乗ってるぜカモンおかえりなさいはじめまして来てくれてありがとうございますえーあおいたんことはナンバーアオイですよかったらあのー、毎日配信してるので右上のハートピンクにしてねえーセブンの白鯛食べた美味しいちょっとまだ食べてないそれまだよ 好きなお祭りはおかえりモーちゃん好きなえみんな逆にどこがおすすめねえモーちゃん好きなお祭りはねええー、と好きな魚は好きな魚はねえ最近はあのサバの塩焼きが食べたいそれ、ね、えっ、ー、とこんばんはお弁当さんこんばんはありがとうおかえりなさい えー、ももかーさん、こんばんはーありがとうございますはじめましてー来てくれてありがとうあおいたんことナンバーあおいでーすよかったらツイッターもやってるのでぜひフォローしてねんと、ナンピタンこんばんはナンピちゃうねんおかえりよナンチュさんのあおぴ今日もかわいいかわいいありがとうありがとうえ、なんかタアコさんさえたタコさんアカウントが変わったそれとも2つある えー、おいたん、こんばんはー、カタカラミチ、こんばんはー、おかえりー。えー、10万ゴールドまんじゅう食べたい。安いにょん、タイムリーだねー。実はですね、そうなんですよ。皆さんにまず今日お見せしたいものがありました、おいたん。まずですよ。えー、あのー、皆さん知ってますあのー、埼玉メーカー、10万石まんじゅうっていうの。あれはですねー、 今、なんかちょいろいろコラボしててまず、まず、えー、ドラクエウォークとコラボしました、こちら、うまいうますぎる10万ゴールドまんじゅう、こちらですね、あのー、なにあののー、ちょっとちょっと開けますけど、今から。あの なんか本来だったら10万石って書いてあるところにまあスライムの絵と10万ゴールドって書いてありますこれは <laughs> えーと祭りに気を取られて種投げるのは出たいいよいいよありがとうえちなみになんだっけあれなんか祭りだけギフトってもらえないこれってえーと好きなピは好きなピは青ピうんうんピ今日の青ピも可愛いよありがとう <laughs> ありがとう。こんへ治ってきたぴ。山崎春のおばまつりー。んなにやあ、好きな祭り太郎さん、やばかわいい。ありがとう。初めまして。来てくれてありがとうございます。あおいたんことナンバーおいです。ツイッターもやってるのでぜひフォローしてねー。えっと、太郎さん。ちら、見てる。見て。またね。あ、いなくなっちゃった。あ、いなくなっちゃったよ。ありがとう、たんこさん、流れ星。はい。 祭りで願いが叶いますようにありがとうんありがとうーん、えー、タン横浜のえなんでおかえりたくまさんこんばんはえー、踊れがオーピーって呼べてついたしたやろうかい <laughs> ですおー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 怒ってえじゃあオーピーって呼びなれ、ね、ありがとうよぶっえー、こんばんはテくチ,チャーさんこんばんはおかえりなさーいえー、祭りルームでございます やや、えー、ちゃんーこんばんこばはーどれが欲しいたこ焼きかなりんご飴かな、えー、好きなお祭りは近所の神社でやるような小さなあーでもねわかるそういうのっていいよねわかるで、えー、こちらうまいうますぎる10万ゴールドまんじゅう中身がこちらでででー見えますちょっと光ってるけど10万 G って書いてあるのとスライムですねこれこれこごごごごこれ,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 これスライムちゃん 中身の味はあのー、いつも通りの美味しい十万石まんじゅうでございますとこれともう一つあるんですよこれともう一つあるねんえっ、ー、とうとうとうと,うと人混みが苦手だからお祭りあまり行かないねあーでもなんだっけ置いたのどこだっけなあのさーあれだよ ななんだっけなんかおしゃれな地名でおしゃれななんか六本木の六本木とかの方のおしゃれな地名の祭りないなんかなんかお祭りになんかそれなんかなんか誰かになんか行こうって言われて連れられて行ったけど人がすごくてね大変だった続いてはお祭りでしょういいね、えー、あっんだ好きなアイスこんばんはチョコミントアイス久しぶりありがとう来てくれて ホークンさん、はじめまして。来てくれてありがとうございます。はい、おいたんことナンバーオイです。よかったら、毎日配信してるので、右上のハートピンクに行ってね。えっ、ー、と、とドととと、えー、やおいタナポイタ、もぐもぐ、いいなー、おかえりおりーさん。あたったべ、いや、素晴らしい。よく知ってるね。えっ、ー、と、なにそれー、あの、十万石まんじゅう、買えますから、ぜひ、どうぞ。 ま饅頭、ま、だと饅頭、ま、怖い。いくらいでも食べられてしまう。あのー、なに。しかも、あのー、十万石饅頭は。そのすっきりした甘さで、美味しい皮で、もういくらでも食べれちゃうから、ぜ、え、ひ、ー。こんばんおいたん。こんばんは、ちびたん。おかえりなさーい。饅、ま、頭もスライム同様に青ざめるコラボ。 <laughs> うまいのよ <laughs> いちいち言葉がうまいのよ <laughs>。えーと、祭、ま、りだ、ありがとう、お種どうぞ、ありがとうございます、こちらこそありがとう、ほんと、飯食うのと番宣しかないルームだな、あと20分ぐらいで舞台の宣伝始める、え、でも、うん、でも23時半には終わるから、えっ、ー、と、福島の三万石のママドール、あー、ママドールも美味しいよね、それはわかる。こんばんばは川崎 マヤさん。ありがとうはじめまして来てくれてありがとうございますあおいたんことナンバーあおいです仲良くしてねよろしくお願いしますピコリンちゃんあ、お祭りだそうお祭りルームです今日から。えー、こんばんはゆきさんこんばんははじめまして来てくれてありがとうございますあおいたんことナンバーあおいですよかったらツイッターもやってるのでぜひフォローしてねねえーと、 やえばかわいい。ありがとう。本当だ。祭りだもらえて。でしょなんかさ、お祭りルームのルームを見ると、祭りだギフトがもらえるみたいな。えっ、ー、と、こうなるな。おきた。よかったね。でも痛いんだよね。まだ痛いの。だからちょっとあんまり笑えてない。そう。まだね、痛いの。ここに、ここに。 ここにいるの？見えないけど、<laughs> こんばんは。トヨタさん、こんばんは。あれ、初見じゃなかったね。初見マークないね。ありがとう。ほうくん板橋様って呼ぶわ。なんで板橋か思い出した。うっ頭が <laughs> そういえば、えー、このお祭り、背景の時の押すというおすすめ。コメントとはおすすめコメントってあれじゃないの？あの下に出ってる3つのやつじゃない？違うかな？由美子さんちゃら初めまして。来てくれてありがとうございます。 アオイタンことナンバーですよかったらツイッターもやってるのでぜひフォローしてねえーとととと,と10万ゴールドあればラスボスも楽勝だねそうなのちょっとドラクエちょっとさちょっと途中でなんかもうチュートリアルで終わっちゃったからおいたおしゃれな地名パリ <laughs> もう国がちゃうよねえどこだっけなどこだっけあそうそれ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 麻布十番祭り それだそれ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 よそれそれめっちゃ人多かったわそうパルルとコラボしたのなら食べたいたんないつ出るの何何アイスアイスどういうこといたんコラボアイスえーあいばたギ祇園まぜああ,あ京都だね餃子十万石餃子餃子埼玉そのまんじゅういくらえいくらだっけなえっとまんじゅう食べたいけど月平がもっと食べたいなお和菓子ああおさいちえなんで なんで、なんかだってダイエットには洋菓子より和菓子がいいみたいな。ないにらまんじゅうください。おかえりとうたさん、こんばんは。ありまてん。ドラクエウォークやってるのバレた。あなるほどね。だからか。だからか。もうだってここにドラクエウォークって書いてあるもん。えっ、ー、と、23時半、意味はない。あるよ。ある。おまつりルームから来ました。なるほど。ありがとうございまーす。今日から。 12日までお祭りです。あ祭りだだ。ありがとう。ひゅありがとうございます。え、ソッポーさんありがとう。はじめまして。来てくれてありがとうございます。祭りだ。ありがとうございます。青いタンことナンバーオいです。よかったら毎日愛心してるので、右上のハートピンクにしてね。ありがとう、祭りだ。祭りだ。祭りだ。 祭りだーたこ焼きありがとうございますありがとうえっととととと五十貫と種おかえあありがとうございますありがとうえっ、ー、とどじょうすくいまんじゅうどじょうすくい、えー、通りもんも食べたいあーいいねなんかあおいたんもさそのご当地のなんかお菓子とか好きなのね「せんたちひろが舞台化される」そう見た 見た見た見たいよねーまとりだごっほこんばんはガンムさんこんばんは初めましてじゃない来てくれてありがとうございますあおいたんことナンバー多いですよかったら右上のハートピンクにいってねえーと、うんんじゃないんだよんどうしたの、うんんえーお疲れた。あしほたんこんばんはどうまんじゅう今ならあるけど今ならまんじゅうがやばいちょっと閉じちゃった これが今ならあのまんじゅうあるよえーとこまん,んびーこれがまとりかおかえりレクター見てください飾り付けするの大変だったんだよちなみに今10万石まんじゅうドラクエバージョンまんじゅうだよ嘘ちょっと青いタもコラボしなきゃねちょっと10万石に行ってくるわでもう一つ10万石まんじゅうがコラボしててこちらてっててーんあのー 知ってます皆さん渋沢栄一さんあのー、何あのー、まああれですよ <laughs> であのー、これはなんかまあいろいろいろんかさ最近ほらあれじゃんいろいろ話題になったじゃんほらドラマとかもなんかやってたじゃんなんか「晴天を衝け」だかなんかであのー、この渋沢栄一の出身地が あのー、埼玉県の深谷市なんですよで深谷市のマスコットキャラクターにふっかちゃんっていう可愛い子がいるわけですとコラボした十万石まんじゅうえー、これはどっからちょっとこれはなんかちょっとちょっとまた開けます今度そうっていうのがありますすごいでしょえー、どとえー、ありがとう鳥親父さんありがとうございますおやじさんはじめましてあおいたんことあらんばおいね よかったら、青い探偵呼んでください。ペコリンちょえーと、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 とー、まんじゅうでしょ。青いまんじゅうでしょ。とりあえず、青じゅうと野菜をナッツ中心の。えー、ダイエットだ。麻布十番、あまりおしゃれ感はないで。温泉がある。え、そうなのめったに行かない。12日まで、意味はない。え、そう、12日までって来てた、確か。えー、ちなみに、明日は何の日か覚えてる南波さんの天敵の、 え天敵天敵天敵って何えーと、鶴た温泉はだいぶ昔に潰れました。あじゃあ、祭りの場所行って、馬、いそうでね。いや、いそう。めっちゃいそう。えー、祭りのテレビ出てた。いつだろうね。あと、葵ちゃん。その花火大会が好きで、あの、隅田川の花火大会とかが好きだったんですよ。出たら埼玉のやつ食べたいと思って食べてない。ちょっとぜひぜひひ、あのー 饅頭です。あのー、十万国饅頭は、ええー、よりきめ細かく上品な皮のために、現代の日本一の米、新潟県産こしき貝の粉を使用しています。新潟県産？ええー、産地より使う分ずつ引いて送られてきます。引き立てが 新庄、新庄、新庄です。さらに風味高いしっとり側のために、山芋の中でも最高級のつくね芋を選びました。毎朝、つくね芋のすりおろしから十万石まんじゅう作りが始まります。北海道十勝さんの北海道。十勝さんの大粒揃いの小豆から生まれる風味良い秘伝のこしあんとの絶妙な味わいをご賞味くださいませ。十万石、古代の原点で、原点です。うまい、うますぎる。 埼玉メーカーあれ <laughs> <laughs> というあの美味しい十万石まんじゅうです皆さんどうぞ <laughs> えーとありがとうありがとう鳥親父さん祭、ま、りだわっしょいありがとうございますなぜふかちゃんねぎりねぎりやだやだえ味は普通のはず 十万石渋沢市だ。え、そうです、そうです、そう。ちょっと、有名だね、十万石まんじも。大河的な、それそれそう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 。えー、渋沢コーナーしてる。 えわかんない。吉沢亮もそんな感じになっていくのか。それよそうそう、吉沢亮さんがやったやつ。そう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 。そろそろ、青井さんが埼玉県知事になればいいのに。いやでも、埼玉県知事は結構、このコロナ禍で皆さんに褒められるような、なんか行動してきていると思う。えー、信長の野望はちょっとやってないですね。えー、えー、と、えいち,ちゃんは1万円満ちるように、高ダイデートではない。なんとなく野菜が足りないって感じだから。なるほどなー。食べる量は変わらない。 えでもまあいいんじゃない野菜をいっぱい食べるということでねこんばんはゆりさんこんばんは初めまして来てくれてありがとうございますありがとう青いたんことナンバーアオですよかったら毎日配信しているので右上のハートピンクにしてね えっと新潟県産実質志タンとのコラボやったやったー青いた新潟行ったことないんだよなーそう新潟のやっぱお米っておいしいんかなーえっ、ー、とこんばんはつッーさんこんばんはーはじめまして来てくれてありがとうございますツイッターもやってるのでぜひフォローしてねえす、ー、べての産地の頂点それが十万石の領土を得たまんじゅうじゃ そう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 いうことですよ埼玉県はいろんなところと仲がいいよというところですねえっ、ー、とつくないも何それなんかなんかおいしいおいしい山芋いみたいなそういうやつだよピューロランドイベント直いさんかわいいえありがとう ありがとう。あの二次審査はええー、十九日からですね。えー、と、こんばんは、マジックさん、こんばんは。初めまして、来てくれてありがとうございます。あいたんことナンバーあいです。よかったら毎日配信しているので、右上のハートピンクに行ってね。 本当に祭りルームだと食券さん多いねえっと山芋つこうでいるんやそんな感じだよ新潟のお米レベチだからそうなのそうなのあおいたんプレゼントって食べ物いけるのうんあのなに生物じゃなければなんかあの何てのうの何てのうのかあの刺身とかじゃなく <laughs> 刺身とか生肉 みたいななんかあのなんだろうなんか夜冷蔵みたいなやつじゃなければなんかそういう舞台の差し入れとかでもよくなんかいただくえーとあこっち忘れたこんばんはこんばんはごーさんおかえり新潟やっぱ日本酒やろお酒飲まないしなゴリラもん初見ですおお初見です初めまして来てくれてありがとうございます葵たんことナンバーオインですうーんー刺身うんちょっとちょっとさすがにさすがに さすがに刺身やないね <laughs> ちょっとうんうんねまあなんかうんあのー、うんな,なんだろうね、うん、えっ、ー、と米送ろうか <laughs> ダメ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 ,ダメよダメしほちゃんがしほちゃんが毎日いっぱいたらふく食べてジールスタンバイしないといけないから。 祭りだありがとうよしきさん、こんばんは。ありがとう祭、ま、りだありがとうございますどうぞ10万ゴールドマンジュ。上野まさんこしありはブランドだ。やっぱこしありって美味しいんだよな。かき氷はダメか、溶けるな。好きなアイスは好きなアイスは、チョコミントア,アイス。生ものってそういう意味？うーん、そういう意味？えちょっとわかんない生ものく,くり。本物初見に対しての十分の一。<laughs> <laughs> やばいバレたバレたえー、おすすめント限定かよまたりそうなのあありがとう郷さんまつりだ万ありがとうあなたには渋沢栄一十万石まんじゅうをあげようありがとう郷さんまつりだ米くらいどうってことないでいつか対面できるようになったら米献上する本ほんとほんとちゃんはなんかあの何、ー、んかいつかいつかちゃんとお会いしたいお会いしたい えーと、焼きそばととろろ食べたいいねあいかずえでもいいよ焼きそばととろろはいいんじゃないはじめましてーうわっとあさんって見たことあるよあおいたんあれなんでだどっかで見たことあるよありがとうございますはじめましてー来てくれてありがとうございますあおいたんこと南波あおいですよかったらツイッターもやってるのでぜひ見に来てねプリモなももだからアウトをわたす <laughs> いやそのプリンとか入れると全然もらったことあるから生ものってどういん範囲だろうでも冷蔵庫ないと無理だよねえっと、えー、渋沢一万獣よりサッタバゴしあ2000あ24年からなんだちょっとそこは知らないはいということでえーまあそんなこんなで、えー、みんな埼玉メーカー買ってねということなんですがえー今日はですねまあちょっと今日はいろいろ,いろいろしてきたんですよであのまずその舞台の お稽古をやっててきまして今日はですねあのー、今そう今舞台「マーダーホリック」というやつの稽古をしてるんですけどもえチームが2つあってうつつチームと夢チームがあるんですねで、えー、こないだうつつチームのあの荒うしって言ってまあ最初から最後まで止めずに流れを全部やりますよっていうのをやったんですで夢チームは今日やったんですよそうであのー、やったんですけども そうあのー、やっぱなんかこう全然全然違うしなんかパニック本当にパニック本当にパニックと早着替え間に合うかとちょっといろいろいろあるけどなんかあのー。 結構あのー、キャラ的にはなんかそうその感じって言っていただいてるんで演出の方にそうちょっとこれで頑張っていきたいなというところでございますえー、池袋のですねえっ、ー、とボックスインボックスシアターというあの池袋駅から徒歩5分ぐらいのところであります、えー、ただいま カンフェティで予約を受け付けてましてえー、とですね12日までに、えー、チケットをご購入してくださった方には確か、あのー、青いとはなんかインタビューを受けてカンフェティさんからそれのなんかインタビューのコメントが3回にわたって配信されるんですよ、その第1回が確か12日締め切りだったんで。そう あのちょっと皆さんに見てほしいなという感じですえー、今のところですねえー22、23、24、25、4日間あってえー24日土曜日が一番空いてますそうてかナンバーオン予約自体も土曜日がやっぱ一番少ないのでそうなぜでしょうかなぜでしょうかいやもちろん他の日も なんかもし行けるぞっていう日があればまあ来ていただきたいなというところでございます。えー「青いたんが出るシーンはあのもう,もうすごいいっぱい笑ってほしいなというところです。ちなみに、えー、緊急事態宣言が出ますけどまああのー、今の内容だと特に講演内容は変わらずこのままお届けする形だと思うのでそう。 あのーまあ、何かあの心配あれば質問してくださいよろしくお願いしますピコりんちょえー、どとうど,うど,うど,うどうどうどう。例えば焼き鳥とか平気なの焼き物焼き鳥もらったことないしな <laughs> ベタベタじゃない舞台「夜の部購入したえー、嘘。うそ大丈夫なのさとしさんえー、初見ですあこさん初めましてえ あなんかもうなんかわかんない同じ名前なんから見たことあるような人が初見ですって言うとへえってなってしまうありがとうアコさんはじめまして葵ちゃんことナンバーおいですよかったら右上のハートビングにしてね右目が痛いえー、っと何げんどっちのチームいやのやってきましたっていうのは楽しみ <laughs> でもいやなんかびっくりしたのがあの なんかすすごいんですよなんでよなうつつチームはうつつチームは何だろう結構なんかみんななんかまあ真面目に優等生みたいななんかこういうちゃんとやってきたんですけど投資の時にほんとにはっちゃけててみんな結構投資の時なんかすごかったんですそしたら夢チームがなんかいつももう なんかすごいこじらせたやつらみたいな感じなんですけど夢チームの方がなんか夢チームの方がなんかその演出のクマ兄っていう人のなんか演出にすごいできるだけ応えようと本当に言われた通りに真面目にすごいみんなやってて「みんな真面目!」と思って「やおいたもやるけどそりゃそうなんかすごいなんか逆だったすごかったえっとパニックそうちょっとねそう出明けがね 出はけが心配なんだよね。両チームで違ったりするから。生き貝間に合うかえ、そう、ちょっとドキドキしている。池袋っていうのはこちらからしたらありがたい。えと、池袋、池袋でござんしです。やればかわいい。あおかえります。こんばんは。今日日暮れ D 総合へ舞台見たけど、1ミリも面白くなかった。やだな、そういうのやだね。えっと、ちなみに出る量はどっちも同じぐらいですかあ、同じ。あ、うん。あ、でもね。<laughs> いやシーンはあのセリフとかは変わってないんで基本的に一緒なんですけどセリフがなくても出てるシーンを入れると夢チームのが若干長いあのー、うんなんかうつつチームでは出てないあそこではまだ出てないよっていうところがあるんですけど夢チームではあそこ最初からヒネズミいるんだみたいなシーンとかあるなんかあのー、うんだからちょっと夢の方が 数秒長いから、うん、数秒数秒数分、うん、ぐらいえーっと「タンのネイルサロンのモデルめっちゃ可愛かったえー、ありがとうちょっとあの本番近くなったらまたネイルしてもらうんだえー、っと トームさんこんばんははじめまして来てくれてありがとうございますあおいたんことナンバーおいですよかったらあのツイッターもやってますぜひ見に来てね食券です食券結果追加でよのぶ購入量素晴らしい素晴らしい判断ださとしさんありがとうございます本当にちょっと全然違うのでお楽しみにえー松橋たい,いやあおいたん本当に なんかそのイメージモデルの撮影でまつげパーマとネイルしてもらったけどまつげパーマは本当に楽だねもう1ヶ月経っちゃったんで落ちてきちゃったけどもうすごい楽土曜日か日曜日追加してしまったえっやったやったわあひるちゃん葵ちゃんがふざけまくれる時がついに来たかうん そうちょっとあのもっとあげてって言われてるんでちょっともっとあげていきます頑張りますヤギさんこんばんはやヤギさんヤ田さんだったヤ田さんはじめまして来てくれてありがとうございますあおいたんことナンバーおいですあのー、今ならまんじゅうがありますよよろしくお願いしますえっ、ー、とがっつり見ないと見てるうちにこっちが混乱しそういや確かに一回じゃねえてかそもそも話自体も一回じゃ理解できないと思うあおいたんえっ、ー、と あ、初見ですあ、初めましてアオイタンことナンバーアオイです目が痛いですよっしゃーす <laughs> えー、こんばんはあきさんこんばんは初めまして来てくれてありがとうございますアオイタンことナンバーアオイですあきさんありがとうよかったら右上のハートピンクにしてねひねずみネイルは真っ赤に燃えるようなネイルでしょう。えそう何色がいいかな えー、マッパーは楽うんうん言ってないと移動で埼玉戻ったら通うえ、そうちょっとあのー、なに移動移動でそんなに移動することあんのじゃあちょっとぜひぜひとりあえず関東に普通に「う」が入ったのちょっと恥ずかしいわ <laughs> <laughs> あー、初見です。<laughs> ラビットみたい <laughs>。はい、えー、ということで、えー、こちらの舞台ですね、えー、どんなお話かと言いますと 私の名前はシャのお前の名前は何だお願いしますこのままで多分私殺されます名積もたびたび見る楓はいつものカウンセリングの途中身に覚えのないことで殺し屋から命を狙われてしまう夢か現実かやふやなまま楓は世界の裏側を垣間見るその子との出会いが僕が知らない世界へと見落とす結果になるとこの時は思いもよりませんでしたそこに現れたのは て,ってん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 ,んお前らー渋沢栄治さん。はい。ということです。よろしくお願いします。お前らだーたりだーまりだーおまえだしょーいえいちゃん <laughs> えいちゃん、えいちゃん違う。乗ってくれえっ、ー、と、あおいだーありがとう いたワゴちゃんいた。お前らお前らはい。ということで、マオイタンは赤髪なんですけども、赤髪ツインテールなんですが、どうぞよろしくお願いします。えー、ということで、えー、この後ですね、えっ、ー、とー、 あのー、昨日は間に合わなかったけど今日は間に合った、えー、23時30分にあの YouTube できのこヌンを投稿しますきのこヌンの撮影モード撮影モードヌンちゃんっていうかねきのこヌンをね見てくれた方わかると思うんですがきのこっていうきのこの生き物とあのヌンちゃんっていう可愛い女の子とのお話なんですでまあなんかいろいろあってあのー んんちゃんは家に閉じ込められて脱出を図るんですでもきのこさんはどんどんすくすく成長してて、まあ、ぬん,ちゃん,をぬんちゃんを滅ぼすか何かいろいろあるんですよ。でそこであのぬんちゃんがあの殺意が芽生えまして前回そう殺意が芽生えたんで殺意モードにするとハードモードになってちょっとゲームも難しくなるんですけどそれを載せます。 これを載せますよろししくお願いしますえっ、ー、と、わいしょいわいしょいわい、祭りでわいしょい。初見だー遅れたーあ、すごい初見感すごいぞぬん赤紙長平ですか長平って誰 ?500 本 !500 本あの、殺意の一周目って感じです。殺意殺意殺意そう、あの、殺意の わか撮影モードのセリフ読んでる時直井さんのサイコパス感がなんかすごい <laughs> えっと舞台稽古しながら編集してるんじゃないかと、えー、時間よくつくなまあでもあのー、本当なんかあれですよそう「こんなんいて」ってしながらやってるぐらいです大丈夫です楽しみ撮影モードそう。 な <laughs> なんんんかかちゃんがやばいんがですよとりあえずちょっとちょっとキノコの見たことないよ興味ないよって方もとりあえずちょっとちょっと見てみてほしいそうで、えー、23時半に投稿するので高評価とコメントとチャンネル登録してねー <laughs> えっと「サイコパス老いタんそれは見なくては」<laughs> なんか <laughs>「 すごい、す青いタンが生き生きし始めた。そうはいということで、コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてね。5位、ハク様ありがとうん。4位、アヒルちゃん、ありがとうん。3位、ハルミミン、ありがとうん。2位、ストコさん、ありがとうん。1位、ブー、ありがとうございます。他にも種投げ50カウント、コメントありがとうございます。あの 祭りだギフトもありがとうございます。右上のハートが白い方は毎日配信してるので、ぜひピンク色にお願いします。あと、あおいたんのツイッターとインスタグラムもぜひフォローしてご覧ください。ピコリンチョ。あまこさんありがとう。好きな魚は、うん、イルカ、こんばんは。えー、あおいたん4時とかにストーリー載せてるの起きてるのそれとも起床時間なのゆっくり休ん <laughs> まあ、あのー、基本的にこれから寝るよみたいなスタンス <laughs> <laughs> こんばんはありがとうございますれいさんはじめまして青いたんこと南波葵です今日はもう終わっちゃうんですけどよかったら明日も配信するので右上のハートピンクにしてねはいということで皆さんとりあえず是非是非キノコの見てみてくださいはい では、えー、明日もお祭りルームでわっしましょう。以上、葵いたんことナン南波葵でした。いい夢を見てね、おやすみなさーい。